音のセットいい。あ、は、は。ああ。音テスト。はい、こんにちは、こんばんは、ヒロでございます。久しぶりのフィバイティーンでございますが、なんと開幕が、今日が11なので3日後ですかに迫ったロシアワールドカップのモードが遊べるようになったということで、やってみようかなと思います。まあもちろんなので日本代表でねプレーができるんですけどね、まあ監督が2ヶ月前に変わって、その後の試合は負けまくっているというのを考えるとね、ちょっとどうなんでしょうのはありますけど、まあ実際どうなるかもちろんわからないですけど、であればとりあえずこっちで先にね、あのグループリーグを突破してやろうじゃないかという話ですよ。はい、で一応セーブもね、セーブデータも一応ね作れるらしいんでね。で、まず気になるところはチーム編成ですよね。ちょっとね、何回かやってみてちょっと感覚をつかんでいるんですが、まずね、フォーメーションはあれ、これ初期設定でしょ、おそらくこれ4231ですね。これがね一番良さそうだったんですよね。で、メンバーを今いじくっていきます。まずキーパーは中村にします。で、まあ、この辺はいいとして、どうだったかな。まず、センターバックは吉田と、これね、すごいのが、今って23人で
子にプラス、バックアップメンバー2人っていう感じだと思うんですけど、これねおそらくですけど予備登録の35人が入ってるんですよね。なので塩谷がいたりするっていうね。で長谷部でしょ、本田、本田、乾で、ここを青ですね、青山、で、ここ岡崎でしょ。ここの左ミッドフィルダーを悩みどこなんですよね、結構。浅野、誰にしようかな。だから結構ね、今だから、最終メンバーに入ってない、こうね、柏木いたりするし。で、まあ、西川とかもそうですけど、杉本健勇とか、斎藤学とか、斎藤学入れようかな。で、金崎ムーとかね、この辺がおそらく、まあ一応ね、この FIFA って、FIFA18 って公認のやつのはずなので、そんなもらってんでしょうね、データとか。となると、他のチームも気になるところですよね。右サイドバックか。まあ、サイドバックはあのままにして、原口がいるのか。柴崎。本当は柴崎を使いたいんだよな。どうしようかな。乾じゃなくて柴崎にしようかな、ここ。で、あとはリザーブ、浅野、まあ、キーパーはね、基本、本当は普通なら入るんですけど、まあゲーム的なので、ゲームの中ではぶっちゃけいらないので、キーパーが変わるってそうないので、うん、キーパー外して、清武とかいるんだよな、久保、誰に変えるっていう話なんですよね、香川かな。香川の能力はえらい高いですよね。庄司、センターバックか。超悩むな、ネット。久保。まあ、帰りとしたら武藤と久保。よいしょかな。よし。という感じですね。あと、ま、役割とかは、多分、キャプテン、青になってますけどね。キャプテン吉田かな。フリーキックは、ま、ホンダでいいか。ロングフリーキックもホンダでいいか。右コーナー、長谷部。右コーナーは柴崎でいいんだよ。よし。で、PK は、大迫かな。マジで。で、条件とか、まあ、この辺はあんまりいじらずいきましょう。OK。これで OK。セーブしますと。保存して。では、これで、第一戦ですね。6月19日にありますけど、コロンビアですね。南米のチーム。多分、あ、でもどうなんだろう。グループの中だと、多分コロンビアが一番強いのではないかと。このまま試合。レベルは、コンピューターのレベルはワールドクラスのはず。なので、ワンチャン全敗っていうこともあり得るので、あと、そんなに上手くないので、そこはご了承ください。ただ頑張ります。皆さんこんにちは。2018FIFA ワールドカップグループステージの第1戦もお送りします。実況は西岡明彦、解説には元日本代表ミッドフィルダーの福西崇史さんもお迎えしました。大会の初戦は重要です。この試合は悪くても引き分け、できれば勝っておきたいですね。今日はコロンビアが日本と対戦します。ハハハハ。
モルドビアアリーナがあるサランスクはロシアワールドカップ開催地の中では比較的小規模な都市と言えるでしょうか。そうですね。しかし400年近い歴史がありますし、サッカークラブもあります。ワールドカップの舞台にふさわしい街でしょう。あ、でも最近学びは行けない、行けない選手が結構いる。最近学びは知ってる。コロンビア代表のスタメンをご覧ください。どうやら攻撃的な4-5-1ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。日本のスターティングメンバーです。同じく攻撃的な4-5-1で戦うようです。グループステージの第1戦が始まります。選手にとっては特別な体験です。まずはボールを触って落ち着きたいでしょうね。吉田麻也、長谷部誠、いい形でゴール前まで持ってきました。攻撃を組み立てられません。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。青山敏郎、長友が読んでいました。福西さん、グループステージの第一戦ですが、選手はゲームに入るまで相当な緊張があるんじゃないですか。そうですね。多くの選手が夢見る大会ですから、震えている選手もいるかもしれないですね。福西さん、どうでしたか。僕は震えるほどではないでしたけれども、変な緊張感で汗かきましたね。長友佑都、長友佑都、大迫勇也、青山敏郎、酒井、吉田麻也、カットしました。ここはどうするでしょうか。ボールを運びゴールに襲いかかります。ありました。クリアすべきでしょう。このパスはカットされました。このシュートで勝ち越せるか。このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが、完全にずれてしまいましたね。酒井宏樹、長友佑都、斉藤学、このパスは読んでいました。危険な位置です。緊張感が増してきます。スアドラード、さあどうだ。キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。これはあるか。無理以上、ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。ディフェンダーがゴールを決めました。いいところに上がっていましたね。積極的な攻撃参加は魅力です。キックオフから試合再開、コロンビアがリードしています。青山敏郎、長友佑都、そのまま返します。日本がゴールを狙います。
スペースに同点になるのか。キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。中に入れた。このヘディングは大きく外れました。叩きつけたかったんでしょうが当たりが悪かったようですね。ロドリゲス、ガルシア、ボールは再び足元へ戻されます。青山と白うまく読んだインターセプト。ゴールキックになります。よく聞いています。長谷部、酒井宏樹、この動きが長谷部です。長友佑都、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。酒井、これは見事なインターセプト。ファン・クアドラ、ダニエル・トーレス、さあスタジアムのテンションが上がります。いいボールが入りそう。いいクロスが中に入った。青山と白、酒井、目の前にスペースが。見事なスルーパス。このカットは大きい。しっかりと奪いました。フランク・サブラ、ハーフタイムです。グループステージの第一戦、チームは前半相手にリードを許した。せめて 1-0 でってことですね。 0-0-1 です。さあ後半のキックオフです。前半は期待通りの内容でした。この後半にも期待しています。ダニエル・トーレス、さあコロンビアが攻撃します。カルロス・サンチェス、ゴールに向かっています。ボールがこぼれました。塩谷司、この選手ですが前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。結構ね、この動きが長谷部です。あるのでこの辺うまく酒井、ボールを運びゴールに襲いかかります。ロドリゲス、ガルシア、ドリブルで相手を揺さぶります。打ってきた。中村光介が処理。中村光介、中盤でボールをカットしました。ハメス・ロドリゲス、ここは2人で回します。いい形でゴール前まで持ってきました。斉藤学、柴崎岳、素晴らしいスルーパスでしたがここは読み勝ちました。サンティアゴ・アリアス、フランク・アドラ、
ハメス・ロドリゲス、危険な位置です。緊張感、キーパーが軽く抑えました。ゲームを作るパス、またまた通ります。柴崎岳、大迫勇也、長谷部、さあ日本が攻撃します。長谷部のこと、これは見事に奪いました。サイドからサイドへ、逆サイドに多くサンチェス、ハメス・ロドリゲス、ダニエル・トーレス、入るか、コーナーキックです。ここで点差を広げれば余裕を持って試合を進められます。このまま試合を終わらせることができるでしょうか。選手の交代です。ボールを入れました。いいボールでしたが、ここはクリア。ボールを運んでいます。これファルカオにチャンス。ボールを抑え込みます。長谷部が行きます。塩谷司、圧力をかけられます。サイドを変えます。横へ展開、長谷部、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。この試合はまだまだ分かりません。うまく読んだインターセプト。コロンビアが攻撃に入ります。ここは吉田のクリア、長谷部が行きます。吉田麻也、本田圭佑、長友佑都、よく聞いています。長谷部、青山と塩、日本がゴールを狙います。鋭い読みでカット、切り返しができるんだよ。ロドリゲス、カルロス・サンチェス、何としても同点に追いつきたい。ボールがこぼれた、どちらが取るでしょうか。ハメス・ロドリゲス、サンティアゴ・アリアス、フアン・クアドラード、審判の笛が鳴り、試合はここで終了を告げました。今日の試合はリードを許して終了を迎える結果となりました。残念な結果ですね、福西さん。クアドラード、そのところは多分どれくらいの時間をいかにこう長くするかというところでしょうね。で、少しこう後半なってきたところで勝負かけるみたいな、裏のポーランドとセネガルの試合は2対1でポーランド、まあ日本にとってはいい感じですね。このまま次の試合に行こうかな。はい、第2戦、相手はセネガル。チーム会にちょっと見てみるか。柴崎をちょっと長谷部のところに下げて、長谷部を乾に変えようかな。乾、斎藤でいいかな。原口右なんだよね。まあ、なんか両方できた気もするけど。あとは誰かいるかな。ああ、
宇佐美か考えどこですね。いや、いいかな、これでいこう。はい、試合開始。グループリーグ第2戦ですね。グループ H ですね。最低でもここで勝ち点を1は取らないと辛いですね。できればここ3を取りに行って最悪1。皆さんこんにちは。2018FIFA ワールドカップグループステージの第2戦をお送りします。実況は西岡明彦、解説には元日本代表ミッドフィルダーの福西崇史さんをお迎えしました。グループステージも2試合目、この試合でどれだけ勝ち点を稼げるかによって後の展開も大きく変わっていきます。まずは前半から見ていきましょう。今日の試合は日本がセネガルと対戦します。さあキックオフです。激しい試合が期待されます。この最高の舞台でどんなプレーを見せてくれるのか楽しみですね。日本代表のスタメンもご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ボールダッシュが鍵になります。セネガルのスターティングメンバーです。一般的な4-3-3ですね。ウイングの活用が鍵になります。柴崎岳、酒井、ボールを運びゴールに襲いかかります。酒井宏樹、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ワールドカップのグループステージ第2戦、ここで通過を決めてくるチームも出てくるでしょう。2つ勝てばまず間違いないですからね。どのチームも3試合で稼ぐ勝ち点を見積もっていると思いますが、この辺りから明暗が分かれてきます。乾隆、酒井宏樹、柴崎岳、本田圭佑、ここへ展開をします。乾隆、このヘディングはゴールの外、いいシュートでした。決まっていてもおかしくはありません。イドリッサ・グイエ、スタジアムのテンションが上がります。ものすごい、マークがいます。決められるか。ここは先制点が入りません。試合が動くかと思いましたが、プレッシャーがあったかもしれませんね。スペースに、ここはシュートチャンス。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。なんだこのボールは。キーパーはなすすべがありません。至近距離からのシュートです。ゴール前での落ち着きが光りますね。本番でもありそうですね。乾隆、柴崎岳、サイドへのパス、青山と白、乾隆、いい形でゴール前まで持ってきました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。デュース、ケイタバルデ、ディアウ、ボールは戻されます。こういうボールがすごく、ゴールキックへと変わります。おーい、長友佑都、柴崎岳、酒井宏樹、本田圭佑、
さあ日本が攻撃します。安心のコントロールです。これは止められます。本田シュートはしっかり詰めている。本田はね、でもやっぱりここは日本がコーナーキックを得ました。なかなかこうボールやっぱ止めない。ボールを入れた。ここはしっかりクリアされました。日本のスローイン。本田圭佑、青山敏弘、斉藤学、シュートコースがありませんでした。コーナーキックです。コーナーからエリア内へ、このボールは相手にクリアされました。酒井宏樹、本田圭佑、ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ボールがこぼれました。イドリッサ・グイエ、これは見事に奪いました。エンディアイエ、マメデューフ、これは見事なインターセプト。ここはクリアされました。斉藤学、柴崎岳、これは見事なパスカットです。乾隆、日本がゴールを狙います。パパクリ・ディオップ、デュース、本田圭佑、なんとかプレーを切りました。塩谷司、見事な視野です。乾隆、キャッチします。FIFA ワールドカップグループステージ第2戦前半を終えて、チームはリードを許す展開。ここは先制点が入りません。スペースに、ここはシュートチャンス。キーパーが出しちゃったのが逆にまずかったっていう正確感まずい。グループステージ第2戦後半のキックオフです。後半もいい試合を期待しています。日本ボールのスローインになります。青山敏郎、日本ボールのフリーキックです。おい、コーナーキックになりました。中に入れた、いいボールでしたが、ここはクリア。イドリッサ・グイエ、パパクリ・ディオップ、このパスはダメでした。通りません。ここは流します。これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。柴崎岳、いい形でゴール前まで持ってきました。斉藤学、斉藤学、キーパーにボールが収まります。頭を使います。
さあ日本が攻撃します。柴崎岳パスをこの位置で防ぎます。ケイタバルデディアン、イドリッサグイエ、うまく読んだインターセプト。メンディアイエ、さあコーナーからのチャンスです。この選手今日はよくやっていたように見えますが、ここで交代ですか。これはあるか。クリアしきれません。香川真司、乾隆、さあスタジアムのテンションが上がります。アルフレッド・ディアイエ、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。サディオ・マネ、味方を有効に使いたい。ここで折り返したい。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。いや、これは見事に奪いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドへ振る。このパスはカットされました。クリバリ横に振ります。ドリブルパス、選択肢は一つだけではありません。吉田のファールです。さあフレッシュな選手が入ります。クリバリ、青山と白、柴崎岳、青山と白、酒井宏樹、青山と白、日本がゴールを狙います。青山と白、本田圭介、長友佑都、長友佑都、柴崎岳、ケイタバルデディアオ、イドリッサグイエ、ボールがフリーになりました。プレーオンです。決めに来た。ここはファール、危険な位置でのフリーキックです。選手の交代があるようです。抜け目がありません。マネー、これはどうしましたか。フリーキックが枠に行きません。何か狙いがあったと思うんですが、ボールを思うように蹴れなかったんでしょう。塩谷司、
いや、なんでそこまで、これはミスキック、サイドをえぐった、いいボールが出ました、入った、これはナイスシュート、監督の起用に見事応えました。得点差に余裕もあるのですが、まだまだ点を取りに行きますね。取れる時にはできるだけ取っておいた方がいいでしょう。正しい姿勢だと思います、うん、残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。香川真司、うまく読んだインターセプト、笛が鳴ってタイムアップ、試合が終了しました。それも最悪だな。2試合終わったところで、今順位はどうなってんだろう。次がポーランドだから、ポーランドに勝ってセネガルが負けて、もう得失点で厳しいかな。マジか、限りなく低いですね。行きましょう、このまま。これありそうで怖えな。さあ第3戦ですね。もうあの突破の可能性は限りなく低いですが、皆さんこんにちは。 2018FIFA ワールドカップロシア大会激戦の模様をお届けします。実況は西岡明彦、解説には元日本代表ミッドフィルダーの福西崇史さんをお迎えしました。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。4年に一度の特別な大会ですから、この試合からも目が離せませんね。日本のスターティングメンバーです。ただあれなんですよね、ポーランドはこれは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。ポーランドのスターティングメンバーです。日本のこうやり方とか、今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。ツートップの選手が攻撃を引っ張ります。クロスが入りました。このボールは相手にクリアされました。とはもう吉田麻也、さあ日本が攻撃します。サイドから中央を見る、中央にクロス、いいボールでしたがここは触れません。ゴールキックで再開になります。ワールドカップのグループステージ第3節、強豪であってもここで足をすくわれることはあります。はい、どれだけ勝ち点を稼げているかによって立場は違ってきますから、強豪といえども追い込まれることはあります。勝ち点で並んでも得失点差がありますから、とにかく失点には気をつけたいですね。パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。さあどうしますか。仕掛ける前にボールを奪われました。マチェイ・リブス、
レバンドフスキー、あー裏取られる、ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。あぶねえ、まあ狙って取ったオフサイドじゃないかな。酒井宏樹、青山敏弘、酒井、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。酒井宏樹、日本がゴールを狙います。いいクロスだ、パンチングで止める。ポーランドボールのフリーキックです。ポーランドボールか、結構いいキックですね。本田君いいですね。マチェイ・リブス、これ実際に、ね、コンディション的なところも危険な位置です。緊張感が増してきます。クリストフ・マチニスキー、ミリク、マシコフスキー、わーやべー、ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守り切りたいでしょう。今度はキーパーも止められません。よく詰めていました。ゴールへの嗅覚が素晴らしい選手ですね。フィニッシュも落ち着いていました。試合はポーランドがリード、キックオフから再開されます。この動きが長谷部です。このパスはカットされました。ポーランドがボールを運びます。ルカシュ・ピッシェク、視線が中にいった。さあ出すか、これは見事なインターセプト。レバンドフスキー、ここはシュートチャンス。角度がないところでしたが惜しいシュートになりました。狙わない方が良かったかもしれませんが、もう少しで決まりそうでしたね。柴崎岳、長友佑都、ボールは戻されます。青山敏弘、さあスタジアムのテンションが上がります。ルカシュ・ピッシェク、ブラシチコウスキー、ミリク、厳しいな、ロベルト・レバンドフスキー、中で完全にフリー。これはひどいシュートになりました。判断は良かったと思いますが精度が低すぎます。あーもうまた、ここで打つ、止めます。ポーランドにコーナーキックのチャンスです。コーナーからエリア内、フィッシェク、中村光介が処理。長友佑都、さあ日本が攻撃します。いやそこじゃない、このパスは読んでいました。出したのは僕です。さあ揺さぶりをかけて笛が吹かれました。オフサイドです。長友佑都、青山と敏郎、いい形でゴール前まで持ってきました。追いつきたい、柴崎岳、コーナーからのキックとなります。これはあるか、中央へのボールはクリアされました。うまく読んだインターセプト。ボールを運びゴールに襲いかかります。見事チャンスです。レバンドフスキー、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ゴールです。チャンスを多く作っている印象です。いい流れを作っていますね。
このまま追加点が欲しいところです。ロベルト・レバンドフスキー、クリホビアキ。試合はハーフタイムを迎えています。高すぎてつらい。メンバー変えようかな。グループステージ第3戦後半のキックオフです。ハーフタイムで何か指示があったのか、後半の入り方に注目しましょう。クリストフ・マシニスキー、危険な位置です。緊張感が増してきます。レバンドフスキー、出しどころが見つからないか。ヤクブ・グアシュ、素晴らしいパス。レバンドフスキーレバンドフスキーが決めました。お見事です。さすがポーランドのエースですね。どんなにあきらめずに得点も狙ってほしいですね。この動きが長谷部です。柴崎岳、青山と塩、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。日本がゴールを狙います。そのまま返します。柴崎岳、これは強い。ボールをしっかりキープ。このパスはカットされました。ルカシュ・ピシュチェク、レバンドフスキー、こうサビを入れられるとアルカディウシュ・ミリク。ここは青山がうまく読んだ。タイミングが遅いからプレッシャーをかける前に柴崎岳、長谷部誠、ボールの動きが激しい。ここにブワシチコウスキーがいます。ポーランドがボールを運びます。アルカディウシュ・ミリク、打ってきた。このシュートは完全に枠を外れました。狙いは分かりますが、これでは入りませんね。ここでレバンドフスキーが下がります。2得点はお見事でしたね。次の試合に備えての交代だと思います。素晴らしい、いいパスだ。抜け出しを図りましたが、これはミスとなりました。狙いは良かったですよ。ディフェンダーはラッキーでしたね。吉田麻也、この動きが長谷部です。青山敏郎、酒井、スルーパスが味方に通る。攻撃を組み立てられません。返しが本田圭佑、プレーが止まります。オフサイドの判定。怒ってます、酒井君怒ってます。このパスは読んでいました。いい形でゴール前まで持ってきました。素晴らしいスルーパス出足が鋭い、カットします。クリホビアク、ルカシュ・ピッシェク、ルカシュ・テオドルチュク。ポーランドの攻撃です。マチェイ・リブス、ニアポストにいいクロス。ジエリンスキー、クリホビアク、これはポーランドのペナルティーキックとなります。投げ倒した。ホンダはまあ似てるっちゃ似てる。
めた。止めました。狙っていった。ポストだ。危ねえ。やっぱりましたよ。クリホビアキ。ボールを運びゴールに襲いかかります。前に進んでいます。フィッシェクからのいいクロス。本田圭佑。今日の試合は序盤から一方的な試合展開が続きました。最後まで一方的な内容で進みそうです。青山敏郎。危険な位置です。緊張感が増してきます。どこ出してんの。ゴールキックとなりました。ご覧ください。サポーターの応援はさらに活気づいています。はい、ここまで熱が伝わってきますね。この声援が選手たちの背中を押していますね。さあ、日本が攻撃します。ボールは再び足元へ戻されます。ブラシチコウスキー。これは止められます。長谷部誠、酒井宏樹、長谷部、長友佑都。うまく読んだインターセプト。ポーランドがボールを運びます。マチェイ・リブス、久保優也。これはチャンス。打った。キーパーのファインセーブ。キーパー、あの距離からのシュートによく反応しました。完璧だ。よく言ってたもんね。切り返してまでは完璧だ。ボールを入れました。何？ PK です。主審の判定は PK。PK らしいですよね。何が起きたのか分かんないけど。おう、ホンダが PK を何もしてないと思うけどね。しっかりと PK を決めました。あ、入ったのね。外したかな。大阪半端ない大阪。これは助かりました。ポストに当たりましたが、ボールはゴールに入ったようです。ラッキーでしたね。こういうのが跳ね返ると嫌な予感がしますから。これ、レベルが高くなるとあれなんですよね。PK で試合終了のホイッスルが吹かれました。そっちに飛ぶんですよね。試合が終了し。ということでね、3敗って。まあありえますわな。それもひどめの3敗ですからね。マイナス6、全然いいとこなく、ゴールも PK だし。警告、以下のチームは大会で敗退しましたっていう警告なんですよね、日本というね、残念な結果に終わりました。もう一回するもう一回してみましょうかね。いやーマジか。これ配信載せるまでに 2,3 回やったんですけど、その中で一番悪い成績ですね。一回惜しかったんですよね。1勝2分けだったかな。あ、違う、1勝1敗1分けだったのか。それでギリダメだった、3位でダメあったんですけどね。グループステージの結果はこんな感じ。これ実際こうなりそうな感じもありますけどね。ちょっとね、せっかくならちょっと覆したいじゃないですか。ちょっと一回終了しますけど。
そう思いませんね。もう一回いきましょう。これあとなんかこういろいろこうチームを選んでできるみたいでね、グループ A からグループ H まで全部のチームこうやって選べるので、なんかね自分がこうお気に入りの国とかもしあればその国を選んでプレイしてみてもらってもいいのかなって思いますね。あ、これ複数選べんだね。へえ。まあとりあえずもう一度日本で行きましょう。まあでも今ね試合をこう一試合ぐらい見ていただいてるとわかるんですけど、まあ私の操作が下手っていうね。あ、間違えた。あれ、セーブできてるのか。そこですよね問題はね。でまたこれ最初から作り直しなんだよな。フォーメーションは4231です。4231です。間違えた。で、メンバーは大迫ワントップに、トップ下に柴崎を置く方が良さそうな気がします。うん、で、右サイドに本田を置いて、あれ本田どこ行った？ここか。本田を置いて、乾を左のっかな。で、ボランチは、青でしょ。長谷部と青にしようかな。いや、ここはあれだね。山口蛍とか使ってみようかな。うん。で、原口、岡崎。キャプテンも入れて、武藤な、全然使ってないんだよな。ぶっちゃけいらないの、いらないというか、いらないかもしれない。工藤じゃねえ、久保に変えて、吉田でしょ。こっち。で、ここを、塩谷と。あとは、まあ、ゴールキーパーのところも一枠開けるとしたら小林優とか入れてみようかな。フォーメーションいいでしょ。で役割、キャプテンは吉田、この辺はいいや。ロングフリーキック、乾でいいか。 PK は大迫かな。大迫の条件、この辺はいいかな。よし、じゃあ行ってみましょう。コロンビアは引き分けたいとこだね。最悪と負けるにしても最小失点ね。まあでもここは前回も 1-0 だったからね。4万4000人収容ですね。グループステージ、グループ H 第1試合ですね。モルダビでいいのかな、違うな。サランスタっていうとこみたいです。皆さんこんにちは。 2018FIFA ワールドカップグループステージの第一戦もお送りします。実況は西岡明彦、解説には元日本代表ミッドフィルダーの福西崇史さんをお迎えしました。
ノックアウトラウンドに進むためにもここでの勝利が肝心です。ワールドカップ初戦ですから、まず試合にどう入ってくるかに注目していきましょう。今日はコロンビアが日本と対戦します。問題があって、あの屋根が全体を覆っていないので角がピッチに降りるんですよね。それがね、モルドビアアリーナはモルドビア共和国のサランスクにあるワールドカップのために新設されたスタジアムです。スタジアムは新しいですが、ここはかなり歴史のある街のようです。この大会でも歴史に残るプレーが見られるでしょうか。あ、またもう同じパターン。ロドリゲス、試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。ハメス、ここは見事にゴールを決めてみせました。このテクニックは素晴らしいですね。キックオフから試合再開、コロンビアがリードしています。長友佑都、青山敏郎、酒井宏樹、青山敏郎、長友佑都、大事なグループステージの初戦です。福西さん、どちらのチームもまず一つ勝って安心したいんじゃないでしょうか。そうですね、初戦でのモチベーションが最後まで影響することもありますから、余計なプレッシャーを受けないためにもまずここで結果を残したいでしょうね。これは見事なパスカットです。いい形でゴール前まで持ってきました。大迫勇也、いいカットです。ボールを奪いました。前に押し出します。ロドリゲス、ダニエル・トーレス、コロンビアが攻撃に入ります。ボールがフリーになりました。ハメス・ロドリゲス、ハメス・ロドリゲス、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね、選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。長友佑都、吉田麻也、青山と塩、サイドにスペースが空いています。柴崎岳、乾隆、サポーターの期待が高まる。前が空いていましたが、このシュートは大きく外れました。判断は悪くなかったと思います。力が入ったかもしれませんね。素晴らしいスルーパス、ボールを運びゴールに襲いかかります。ディフェンスが奪い返します。柴崎岳、ここは流します。日本もアドバンテージを生かせるか。笛が鳴って、これはファール。お、アドバンテージ。青山と白、長友佑都、コロンビアのスローイン。わー、出たな。ダニエル・トーレス、サンティアゴ・アリアス、さあスタジアムのテンションが上がります。乾隆、しっかりキープしています。塩谷司、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはタックルでうまく対処しました。コーナーキックです。ボールを近くの味方へ。乾隆、細
このボールは相手にクリアされました。青山敏郎、本田圭佑、仕掛けるタイミングが気持ち早すぎましたね。オフサイドしたかなかなと、微妙、微妙、ハンドの判定です。ハンド、レフェリーはよく見ていましたね。あそこの位置が全然光っていない。ハメス・ロドリゲス、柴崎岳、日本がゴールを狙います。さあフォローも来ています。サイドチェンジしました。乾隆、いや何だそれ、ラインを割りました。ゴールキックに変わります。先ほどのシーンをもう一度ご覧ください。いいタックルですね。タイミングもバッチリです。ロドリゲス、ハメス・ロドリゲス。さあコロンビアが攻撃します。サイドに展開されましたがここでカット。ちょ待て待て待て、それはないぞ。ガルシア、キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。青山敏弘、塩谷司、乾隆、酒井宏樹、塩谷司、ボールを失いました。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ、止めています。タイミングがバッチリでしたね。前半を終えてチームはリードを許す展開となっています。状態はなくても大丈夫かな。なぜなら、キックオフです。さあ後半が始まりました。後半もいい試合を期待しています。青山と白、長友優と塩谷司、酒井。さあ日本が攻撃します。ボールをドリブルで運んでいます。本田、今のが決まれば同点でした。今切り返そうと思った、これはもったいない。中へシュートフェイントで、ここから切り返して中へで左で、さて福西さん、ハメス・ロドリゲスですが前半をご覧になってどのような印象ですか。吉田のファウルです。ちょっと危ない。コロンビアが選手を交代します。さあどうだ、離れた距離からのフリーキック、ゴールとはなりません。思い切ってゴールを狙いましたね。吉田麻也、山口蛍、長友佑都、青山敏夫、もったいない形でボールを渡してしまいました。これは見事なインターセプト。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。本田圭佑、いい形でゴール前まで持ってきました。山口蛍、ボールが中盤でカットされました。サイドからサイドへ、乾隆、柴崎岳、本田圭佑、
ボールを運びゴールに襲いかかります。日本ボールのスローインになります。黙る、黙ってしまった。乾隆、吉田麻也、酒井宏樹、本田圭佑、パスをこの位置で防ぎます。ロドリゲス、サイドから結構中にドリブルっていって、フランク・アドラー、これはサイドを上がれそうです。チャンスです。ファルカオ、このシュートを弾いた。ちょっと足の止まりかけていた選手に代わってフレッシュな選手が入ります。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ビルドアップが見事でしたね。ナイスボールでした。セットプレーの練習の成果を見せてくれましたね。左サイドからいいキックが入りました。一番良くないか、柴崎岳、本田圭佑、サイドへのパス、最後の手段から滑った。これは見事に奪いました。ハメス・ロドリゲス、ロドリゲス、このパスは読んでいました。本田圭佑、日本がゴールを狙います。ボールを運んでいます。ヘッドを使います。山口穂太、酒井、乾、打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここでハメス・ロドリゲスが下がります。今日はゴールを決めリードした状態での交代ですね。気分よくベンチに下がれます。なんか下手したらさっき全然悪いかもしれない。さあ日本が攻撃します。本田圭佑、スペースにいいボールが出ました。コーナーです。この選手の力からするともう少しいいところを見せてほしい気がします。主力選手としてはちょっと寂しい数値ですね。もっと頑張ってもらわないといけません。負けていますから積極的なプレーが必要です。ボールはエリアへ。いや誰もね、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。本田、シュートはちょっと強引か。ゴールラインを割ります。ボールはゴール前へ。このボールは相手にクリアされました。本田圭佑、うまく読んだインターセプト。パスを2人で交換します。フランク・サブラ、ルイス・ムリエル、このボールは日本がキープします。本田圭佑、長友佑都、ボールを運びゴールに襲いかかります。最高のボールが出た。そう、ジミチャラ、絶妙なパスが出ました。これはチャンスだ。ルイス・ムリエル、
いいパスだ。試合はここで終了です。今日の試合はリーグ。さっきよりひどいな。ミスが多すぎ。次へ。第2戦ですね。ポーランドがどうなってるかね。3対0。これは厳しい。メンバーをいじるか。柴崎のところじゃ。これでどうかな。これでいこう。第2戦セネガルですね。ここがでも実際のところ、まあ初戦はなんとか引き分けたいなっていうところで、セネガルここがあれですよね。ここで勝ち点を詰めるか、いくら詰めるか。皆さんこんにちは。今日は 2018FIFA ワールドカップの一戦もお送りします。実況は西岡明彦、解説には元日本代表のミッドフィルダー福西崇史さんもお迎えしました。スタジアムもすでに両国のサポーターで埋め尽くされています。この素晴らしい雰囲気の中、選手の気合も十分といった様子。今日も激戦の予感がしますね。日本のスターティングメンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が熱くなります。セネガル代表のスタメンをご覧ください。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。山口ボタル、いい形でゴール前まで持ってきました。大迫勇也キャッチします。なんかここまでで一番いいなんか攻めができたか。乾隆、ピンチを出します。パパクリ・ディオップ、危険な位置です。緊張感が増してきます。素晴らしいパス、どう動くか、入るか。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。お気に入ったシュートですね。ここは良かったんだ、はい、素晴らしいコントロールですよ。非常に冷静でした。乾隆、山口ホタル、ワールドカップのグループステージ第2戦、ここで通過を決めてくるチームも出てくるでしょう。2つ勝てばまず間違いないですからね。どのチームも3試合で稼ぐ勝ち点を見積もっていると思いますが、この辺りから明暗が分かれてきます。入るか、惜しい、枠に取りません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。ミドリッサー・グイエ、そう、さあスタジアムのテンションが上がります。グループリーグだから、グループリーグ一番最後のここはシュートチャンス。このチャンスは生かせません。痛いミスですね。フェイントをかけたかったのかもしれませんが、決めて当然のシュートですよ。つまらないミスでボールを失いました。待て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 。
これはディフェンダーを超えません。大会自体は14日から始まって山口蛍、初戦がロシアとサウジアラビア、吉田麻也、山口蛍、ここが入ってるはず。そう、さあ日本が攻撃します。乾、乾何を振ってるんだろうな。ゲームは再開です。そんな強くはしてるんだろう。毎回あのこのパターンで結構中にでフリーでシュート打てるんですけど、乾やれるのかな。ボールを入れましたキーパーボールをしっかりキャッチ。あの本人がどうか分からないけど、うまく読んだインターセプト。なのかな。久保優也、乾隆、日本がゴールを狙います。見事なシェアです。まだあります。これはでもヘディングでパス、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ムサソウ、これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。流してくれていいのに。吉田麻也、酒井宏樹、青山敏郎、乾隆、青山敏郎、久保優也、ボールを運びゴールに襲いかかります。いやそこに関して山口蛍、乾隆、乾、しっかりキャッチ、あんなに癒しとく必要あると言えば楽しみだね。青山敏郎、これは一回落ち着けた方がいいな、ね、久保優也、本田圭佑、日本ボールのフリーキックです。お、いいじゃない、いいんだ、狙っていった、キーパーボールをキャッチします。こんな弱いの。乾隆、本田圭佑、いい形でゴール前まで持ってきました。まボールを持ちました。何をするんでしょうか。これは強い、ボールを奪われません。サディオマネ、視野が広い、グループステージ第2戦は前半45分を終え、チームは相手にリードを1対0、とにかく点を取りたい。キックオフです。さあ後半が始まりました。最後までワールドカップにふさわしい試合を見せてほしいですね。吉田麻也、青山敏郎、久保優也、青山敏郎、大迫優也、ボールを失いました。青山敏郎、違うな、足元だな、ボールが行ってしまいました。エンディアイ、青山敏郎、塩谷司、青山敏郎、山口蛍、この選手ですが前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め前半の主導権を取りました。
後半も1点取れればかなり楽になりますよ。ムサソウ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここで打つ、シュートには選手が詰めています。乾隆、大迫勇也、吉田麻也。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ディフェンスに奪われません。青山と白、山口、青山と白、入るか。ディフェンスがシュートをブロック。山口、ボールが足につきません。ルーズボールだ。久保優也、乾、コーナー獲得、同点のチャンスが生まれました。ここで選手交代です。この選手、今日は見事な働きでした。スタンドからも大きな歓声が上がってますね。サポーターも満足しているでしょう。ボールがこぼれました。強いですね。ボールを取られません。酒井宏樹、ここで網にかかる。ディアイエ、アルフレッド・ディアイエ。さあスタジアムのテンションが上がります。コーナーです。中に入れた。ここはどうなる。ボレーシュートを狙いましたが枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたがゴールへ飛ばさないと意味がありません。結構きついこと。塩谷司、長友佑都、青山と白、久保優也、青山と白、山口ホタル。さあ日本が攻撃します。ちょっと長すぎたか。乾隆、山口ホタル、これは来た。素晴らしいセーブでピンチを逃れました。止めるかな。コーナーからのキックとなります。これはあるか。いいボールでしたがここはクリア。ディフェンスに当たる。日本ボールのスローインになります。試合はまだまだ動きません。うまく読んだインターセプト。青山と白、日本がゴールを狙います。山口蛍、攻撃を組み立てられません。乾隆、このパスは読んでいました。やばい、コンタクト。あばばばば、止めて。サコ、ボールを運びゴールに襲いかかります。久保優也、横に振ります。山口蛍、本田圭佑、ディフェンスがブロックに入ります。ホイッスルが鳴ってここでタイムアップ。試合が終了しました。福西さん、チームは敗れる結果となりましたね。ちょっとな、最後良かったのにな。ということでね、先ほどとそんなに変わらんっていうね。コロンビアが勝って、どうなってんだ。
グループステージ、コロンビアが2勝0敗で勝ち点が6、ポーランドが1勝1敗で3、セネガルも1勝1敗で3と。これポーランドに勝ってコロンビアがセネガルに勝てばワンチャンあるんですね。ワンチャンあんのか。あープラス2でしょ。3点差以上とかで勝たないとダメかな。無理だろいやいやいや、わかんないわかんない、諦めたら終わりですからね。そこでちょっと今のセットが良かったな。交代そういえばしてなかったけど。あ、久保どこに入れてたんだっけ。ちょっと前半を見て久保くんを。日本とポーランド国旗の色合いは似てますね。ウォームアップ中ですが、得点ランキングトップの選手に注目が集まりますね。なんやかんやワールドカップはちょっと楽しみですね。皆さんこんにちは。2018 FIFA ワールドカップグループステージの第3戦もお送りします。負けろとは実況は西岡明彦、解説には元日本代表のミッドフィルダー。これでもなんかもしかしたら勝っちゃうんじゃないか。最終戦ですね。ここで上に進めるチームが決まるわけです。この試合の2チームが今日はどう戦ってくるのか、まずは前半から見ていきましょう。日本のスターティングメンバーです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。大迫よし来た。大迫悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。綺麗にここからダイレクトで崩して、あアウトにかかっちゃったね。あれがニアサイド側にこう蹴れるとね、まあ、見ちゃいますけど、結構蹴るの大変ですけどね。柴崎岳危険な位置です。緊張感が増してきます。柴崎いいですね。酒井宏樹真ん中にクロスを上げた。ヘディングシュートが枠の外。無理に頭で狙う必要はなかったかもしれません。ただこうやってる感じだとポーランドが一番やりやすいですよね。としてさあスタジアムのテンションが上がります。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。これは強い。ボールを奪われません。鋭い読みでカット。ボールは戻されます。単純にじゃない、シンプルに。スルーパスが味方に通る。これは味方に通らないか。レバンドスキーボールを狙う。止めた。ちゃんと外見とけ。止めました。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。ボールはエリアへ。グリク。ヘディングシュートは枠に行きません。うまく当てられなかったようですね。タイミングが合わなかったでしょうか。酒井、青山と白、長友佑都。日本のフリーキックです。塩谷司、シュートはブロック。あのシュートがあるんです。長友佑都、酒井、山口蛍、田中いい形でゴール前まで持ってきました。ボールがこぼれました。クリストフ・マチニスキー、ロベルト・レバンドフスキー、クリホビアク。ボールは戻されます。見事なスルーパス。低いクロスだ。乾隆、わおわおわお。酒井、本田圭佑、
だ。なんか外国の方がホンダって言うと温暖になるらしいですね。ワールドカップのグループステージも第3節、この試合が最終戦となります。ここまでの勝ち点によって緊張感は大きく変わってきます。とにかく1点でも確実に確保していきたいですね。クリストフ・マチニスキー、ヤクブ・ブアシチコウスキー、マチェイ・リブス、レバンドフスキー、ポーランドの攻撃です。あっとこぼれた、あもうこのパスはカット、ね、これは来た、レバンドフスキーにチャンス、キーパーのファインセーブ、あの距離からのシュートによく反応しました。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。さあフォローも来ています。柴崎岳、ただ上がりが遅かった、青山と白、長友優斗、山口、いいカットです。ボールを奪いました。多分サイドに開いてほしい、ね、クリストフ・マチニスキー、ボールを運びゴールに襲いかかります。日本ボールのフリーキックです。こっちの方に、塩谷司、山口蛍、酒井宏樹、柴崎岳、さあ日本が攻撃します。長友佑都、本田圭佑、決まるか、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。これでもいい角度のパスですね。あれもうちょっと中にこう持ち出して、右に少し持ち出してディフェンスずらして水側のサイド狙うみたいなシュートだと入りそうな感じがする。次はですね、クリホビアク、やりたいな、やりたいな。このボルゴグラードアリーナは大会終了後に地元チームが使用するようです。ロートルボルゴグラードですね。会場の規模に合わせてチームの強化が進むかもしれませんね。長友佑都、山口蛍、このカットは大きい、しっかりと奪いました。レバンドフスキー、危険な位置です。緊張感が増してきます。中にクロスが入った、中央で受けた、打てるか、クリホビアキ、クリストフ・マチニスキー、ミニク、ファーの選手を狙った、このヘディングは惜しくもバーの上。一番なんかまともなシュートを打ってる感じがする。このままちょっと続けていきますか。グループステージ第3戦後半のスタートです。勝ち点獲得のためにもこの後半が大事です。そうね、クリホビアク、ポーラン、走り込む味方にレバンドフスキーのスルーパスボールの動きが激しい。いや、なんでそこ出すの、違うでしょ。いいよ、レバンドフスキー、危ねー、これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。しないところに出すとびっくりする。山口蛍、長友佑都、日本がゴールを狙います。出足が鋭い、カットします。浮かしピッシェク、ピッシェク、マチェイ・リブス、これは見事に奪いました。このボールは日本がキープします。酒井宏樹、サイドチェンジ、さあスタジアムのテンションが上がります。リードを奪いたい、
シュート、見事に止めた。あの距離からのシュートによく反応しました。今のはここでポーランドが選手を入れ替えます。コーナーから中、このコーナーはキーパーが軽く抑えました。ミリク、おお、すげえことですね。ヤクブ・グラシコウスキー、ここはインターセプト、しっかり予測していました。長友佑都、青山と敏郎、山口穂太郎、ああもう違う、ここは簡単にボールを渡してしまった。これは見事なパスカットです。いい形でゴール前まで持ってきました。大迫勇也、キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。これは先ほどのプレーですね。いやー、ここはよく止めたシーンです。ねえ、コースちゃんと行ってるし、まあ、でもあのコースしか打てないからな。あそこで調子乗って切り返すとボールタブ取れるし。ファールでしょ、ファールでしょ。試合が止まった。ファール、カードはありますか。ここで日本が選手を入れ替えます。山口蛍。さあ日本が攻撃します。ここはしっかりクリアされました。ロベルト・レバンドフスキー、マークを外せない。体に当たった。乾隆、柴崎岳、ボールを運びゴールに襲いかかります。大迫勇也、本田圭佑、ここで打つ。いいタックルでしたがコーナーになりました。選手変えるか。で今あの普通に間違えて長友変えちゃったんで乾のところに、久保を入れるでしょ。どこかな。ホンダは行った方がいいな。なんかとりあえずそれだかな。コーナーとなります。選手が交代します。現在の流れを変化させる交代となるでしょうか。中央へのボールはクリアされました。ヘッドでつなぎます。ちょっと遠いかな。大丈夫か。ロベルト・レバンドフスキー、大迫勇也、スルーパスでしたが合わないか。青山敏弘、そう、決め切れません。打てば入りそうな感じがありますね。そうあれだったね。交代があるようですね。ポーランドがメンバーを変更します。あと10分見事なコントロールです。フィッシェク、ミハル・パズダン、危険な位置です。緊張感が増してきます。マチェイ・リブス、レバンドフスキー、あー引き分けに終わるかと思いました。ここでレバンドフスキーの勝ち越しゴールが決まりました。この大事な局面できっちり点が取れるところが素晴らしいですね。いやーちょっとね、キーパーは触ってますね。っただけもう少しでファインセーブでした。サイドかな。キックオフからゲーム再開。スコアはポーランドがリードしています。フランスの中であれだけ人数誰も捕まえてないってどういうことなの。青山と白、山口穂太郎、酒井、柴崎岳、
日本ここはよくスペースが見えていました。わー惜しいな。山口蛍、シュート打てず。アルカディウシュ、ミュウス、酒井、塩谷司、酒井豪徳。これが最後の攻撃となるかもしれません。残り時間はほとんどあり、入るか、コースを塞ぎます。大事なコーナーです。これで追いつきたいでしょう。コーナーで点が取れる気がしないな。中に入れた、イエーイ、奇跡的な同点ゴールです。あるんだ、最後まで戦う姿勢は大切ですね。まだ勝負はついていません。土壇場での同点ゴールです。見事に追いつきました ね、 いね、相手は気落ちしているでしょうか。この勢いで逆転を狙いたいところです。吉田か、あるとか、すげえ、ロベルト・レバンドフスキー、まあ、カロル・リネティ、ね、笛が鳴って試合終了。結果は引き分けです。福西さん、接戦でしたね。そうですね、スコアもですが内容も拮抗したいい試合でした。ありそうな結果が並んだ感じですね。操作にね、下手さはありつつも、あれ今のゴール塩谷だったの、うん、あ、塩谷だったんだ、入れといてよかったな、まあ、いないですけどね、うん、この辺とかでも出だし結構良かったんですよね。見てないです。これは味方に通らないか、レバンドスキー、完全フリーなんですよ。キーパーって見たいなまあコース甘かったとはいえ動いてきてのやっぱかな、タイミングこのね前で合わされてこれは来た、ディフェンスにレバンドフスキーにチャンス。これもなキーパーの影だった。さあスタジアムのテンションが上がります。これは最大のチャンス、結構止められてるんで、いいけどね、これはディフェンダーですね。これは普通に外したやつ。マチェイ・リブス、これ得点シーンかな。そうですね、中にね人数はいるからね。そしてですよ、中に入れた、入れたのが塩だ、というダイジェストでございました。さあ実際、あ、間違えた、いいのか、実際はねどうなるのか、まあ、最下位ですけど今回これはしましたと、ね、実際のとこどうなるのか分かんないですけど、なんかマンオブザマッチにホンダが選ばれてんな、うん、分かんないですけどね。最終戦までね、なんか少しでも可能性を残した状態でいってほしいですよね。まあ連勝できれば一番ですけど、連勝できるような簡単な相手じゃないからね。えよく言えば1勝1分けですけど、さすがに厳しいので2分けぐらいでいけると結構ねチャンスが出てくると思うんでね、ちょっと期待をしましょうということで、この辺で終わりでございます。ありがとうございました。